フルボザゲルドの英傑、お姉様って感じよね。マグネキャッチってことですか？来いよ。ふい。取れない。でもそういうことや。そういうことやんね。なるほど。でもこのてっちゃん投げることはできんよね。これを、危険。超危険。めっちゃ危険。うぅ。よかった、妖精がいて。妖精がいてよかった。ちょい待ってよ。これを何、どうすればいいの？あ、こういう。これで、あの辺に飛び移れたらいいんかな。よし。こっちの方に来て、ガノンどこ？あれか。ビタロックで持ち歩きよる間は平気なんかな。串焼きに。うわ、落ちた。びっくりした。持ってる間大丈夫なの？大丈夫じゃないの？どうなの？いや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 、一回雷に狙われたらダメってこと？うい。待って待って待って。鉄柱をやつの近くに持っていけない。することは分かったよ。うん。することはそりゃ分かったんだけどさ。バレた。することは分かっても、それができるかどうかは別だよね。これを自分に近づけないように。はいはいはい。あ、落ちてきた。いやー、ちょっと待って、ガディアークス落とした。何、料理の並べ替えとか。ちょんまえ、なんか素早さが半端なくなっとんやけど。ちょ、待てよ、おい。はい、気をつけます。あ、どうよ。くっそ、待って、いろんなところを開く。
強い武器に変えた方がいいね。あと多分もうミファーもなくって妖精もこれで最後やと思うけん、とりあえず武器を、まあ、強い無心の体験の方に切り替えといて、今だ、へい。そして近づく。待って、危険。あとちょっとなんよ、私。待って。何それ。ああ。あ、生きてる。生きてるんだけど、あの攻撃力よりさ防御力今上げた方が良くない？これかな、カチコチ焼き山菜。はい。どこ行った？なん、どこ行った？上か？何やってんのあいつ？あ、下。ちょ、降りてこいって。あっと、くそ、待て、冷静に。はい。いける。いけるよ。おっさー。効いてる。いけたー。すげー顔だな。やったー。あー、めっちゃやりきったか。どういう角度？体。いや、怖い、なんか。超ドロドロになるやん。やったよ、やりきったよ。あ、ここで、あれか。ウルボザとの思い出。あー、雷きつい。あ、やった、ハートの器が増えるよね、これで。何個やっけ？ 7 個？ 7 個かな？ハートの器。イエーイ。やったね。8個か。ふぅ、これで何どうすればいいの？これ？メイン制御装置を起動すると真珠内部に戻れなくなります。本当に起動させますか？起動する。ふぅ。でも結構無理やりやったね。結構、雷のカースガノン無理やりな感じやったね。まだ風のカースガノンの方が、多少考えて戦ったような気がする。力技や力技。ね、おかげで、私の魂を奴から解放されて、このナボリスも取り戻せたよ。おお、セクシー。これでやっと自分の仕事を果たせるってもんだ。あんたの助けになるっていう仕事をね。ウルボザゲルドの英傑、お姉様って感じやね。あんたがハイラル城で厄災と戦う時を楽しみにしてるよ。この真珠と一緒にガモンを打ちのめしてやれるんだから。ゴロンとリト族か。贈り物があるんだよ。あと2体や。私の力、ウルボザの怒りを受け取っておくれ。怒り。きっとあんたの役に立つよ。ウルボザの怒り。攻撃力アップとかそういう感じ。ミカは守る。お、え、何？雷？ユルパッチンでできんけど。私らのことあんたもおひい様も苦しんだんだろうけどね。こうなるしかなかったんだよ。何、自分が雷操れるようになった？もしや。だからあの子に伝えておくれ。
気に病むんじゃないよって。ブルボザかっこいい、いいな。胸を張っていいんだ。なんなんあれ、どういう眉毛な。なんか、先分かれとるよ。おひいさまを頼んだよ。ああ、ついでに。このハイラルもね。すげえ腹筋バッキバキや、かっこいい。おー、なんていう名前やったあれ。すげえ、なんか顔がどんな感じになったのかよくわ。これラクダ？なんか気持ち悪いけど。顔ラクダじゃないよね、あれ。とりあえずこれで、ここも平和になったわけだね。オッケー、オッケー。あ、で、あれなんかな。これもバルッタの時みたいに、ハイラル城に向かって攻撃を、なんかビームをずっと出し寄ってくれるってことかな？おー。なんか今すぐ近くにさ、制覇してない塔があったよね。あ、ほらほらほら。あ、ここからバルッタがバーって出してくれよる。あれか。あ、この塔私クリアしてないんよね。お、ビーム。すげえ。ナボール。神話に現れるゲルド族の賢者。そのゆかりの名をいただいたあんたも立派なゲルドだよ。そうだろ？ナボリス。100年前、私らはあっさりと奴にやられちまった。けど、もう負けるわけにはいかない。そういえばなんか、伝説の戦士がどうたらこうたらってなんか。富話によれば、あいつも元はゲルド族だ。だから、ゲルドの町の外におる人が酔ったよね。ミニチャレンジみたいな。それが、ゲルドの意地ってもんだろ。あ、確かにガノンも顔立ちゲルドとか。しっかりガノンを捕らえていておくれ。リンクが奴と戦うとき、すごい一発を食らわせてやろうじゃないか。今から、その瞬間が楽しみだよ。あと2体、あと2体。お、戻ってきた。さあ、これで着替えんといかんのよね、また。英鉄ウルボザの怒り。英鉄ウルボザの怒りが宿った加護の力。周囲に強力な雷を落とすことができる。おー、いいね、いいね。あ、すげえ、増えた。これで4体の真珠を解放せよ。クリア。で、多分またあれをね、着替えんと、せっかく救ってあげたというのにきっと入れないんだろうから。きっと入れないんだろうから。またこの変態みたいな格好をして。さーって入るか。あ、ごめんね。今ちょっとつまずきそうになっとったね。あ、そういえばバレッタちゃんどうなった？バレッタちゃん。あの、捕まっとったやつ。この人ゲルドじゃないね。ゲルドじゃないね。なに、なんか食べる？ひんやり酒もいいけど。夜は寒くなるし、ここはやっぱりポカポカだけかな。まあ、昼と夜で使い分ければいいんじゃないかな。あ、ちっちゃい。ドシーン、ドシーン、あっち行っちゃった。もうドシンドシンしないのかな？しないよ、大丈夫だよ。もうここは平和やけんね。さあ、帰ってきたか。無事でよかった。本当に。ナボリしか鎮座し、巨大な砂嵐も収まった。大厄災の動向は気がかりだが、少なくとも民がナボリスに悩まされることはもうないだろう。お、何？お宝くれるの？これは世話になった礼だ。加
つてウルボド様が使われていた我が一族の主力の武具だ。ウルボド様の友であったお前に持っていてもらいたいと思ってな。やったね。雷を防げる系のやつかな。その宝箱に入っているのはウルボド様がお使いになった主玉の武具だ。雷鳴の兜に劣るかもしれんがなかなか手に入らん貴重なものだ。ウルボド様の友であったお前が持つのが一番良いであろう。遠慮はいらん、手に取ってみてくれ。雷鳴の兜はくれないのね。お前の働きは見事だった。兵を代表し私からも礼をやしてくれ。さあ宝箱から武具を取るといい。いくらこの国の恩人でも族長様をお待たせしてはならんぞ。知らんがなって感じやけど。お、七宝の盾。英傑ウルボドが愛用していた七宝の盾。激戦された金属が使われ、軽さと強靭さを兼ね備えた一品。強烈な攻撃もやすやすと受け止められる性能を持つ。とりあえず盾。騎士の盾めっちゃあるな。めっちゃあるな。ちょっとゴミ捨てていくけどよろしいかな。はい、そしてこっちは尻尾のナイフ。英傑ウルボドが愛用していた屈指の名剣。ウルボドがこの剣を振るう姿は華麗な踊りのようだったと伝えられている。かっこいいな。ありがとう、もらってくね。どうした、この町のことがまだ心配か。それともこの町が居心地良すぎて出たくなくなったか。どちらにしてもお前はこの町を出ていかねばならぬに。それはお前が一番よく知っておろう。ただ全てが終わった時またこの町に立ち寄ってくれたならば皆も喜ぶと思うがな。違う。あ、雷鳴の兜そんなとこに置いてったんや。取っていっていいかな。英傑の武具は雷鳴の兜に続くケルド族の宝。それを手にできるアイリア人はお前ぐらいだろ。武具に何かあればすぐに申してるんだぞ。そのことですが、なんだ、貴重なものだと知っておじけづいたか。しかし安心するがいい。貴重ではあるが新たに作ることはできる。ただし作るにはダイヤモンドが必要となる。必要なのはたった一個だが、ダイヤモンドはこの世界の最高級鉱石。七宝の盾と七宝のナイフに負けず劣らず貴重な品だ。まあともかく壊さんことだな。あまり使うなということだね。待て、それは我が国の宝、雷鳴の兜。いくらお前といえども気安く触れることは。まあ落ち着けビューラ。お前この兜が欲しいのか。欲しい、くれるんなら。そうか、しかしいくらお前が恩人でもこれだけはくれてやることはできんのだ。ただお前が立ち向かおうとしている相手はウルボド様の仇。お前が心から望むなら貸してやらんこともないぞ。ぜひ。ではお前の本気を見せてもらおうか。この兜はこの国の宝。神からの信頼も得てもらいたい。悩みを持つ民をすべて救い、この町にまごうことなき平穏をもたらしてみよ。ゲルドの至宝、雷鳴の兜。お前の力は確かなものだ。しかし力だけでは民は救えるぞ。しかもクリアしたところで貸してくれるだけ。これ読めんのや。とりあえずこの町のミニチャレンジをすべてクリアせんかいってことかな。で、バレッタちゃん。無事っすか？なんだと？何が？またバレッタが帰ってこないだと？今度は南西の方にある巨大化石を調べに行くって。一夜を止めたんですけど。止まってないからここにおらんのだろ。確かに。でもあの辺はモルドラジークがいて危険だし、さすがに行かないかなと。そう。それにあの辺りは極所地帯ですし、私たちの装備では長くはいられませんし。バカモン。あいつにそんな危機管理能力あるわけないだろ。つい先日も先走って賊に捕まったばかりだろうが。バレッタもバレッタならお前たちも思い出したな。しかし、なんであいつはこう何度もトラブルばかり起こすんだ。またバレッタ。
南西の方にある巨大化石。モルドラジークのことも言ったよね。とりあえずじゃあモルドラジークに行ってみて、ちょこのゲルドに指もらうね。手入れしようかもしれんけど。これで、え、そのモルドラジークは、え、モルドラジークは、メルエナに合ってるだけじゃないこれ。お、なんかすげえ。何やってんの？私が、あ、押したから。ごめんね。そういうことか。そういうことか。あと、どこに行けばいいんやっけ？モルドラジーク。場所は場所。ちょっともう一回聞いてみてから行こうかな。サバーク。旦那はこんな私を可愛いって言ってくれた唯一のボーイなんだ。だから私はモルドラジークの肝を取ってきてくれる人を何が何でも探さないといけないんだ。ふんふん。それどこにおるって？西のルマリン砂丘。南の方。西の方ね。ふんふん。要は弓矢でやればいいってことかな。西の方。違う違う違う。ルマリン砂丘？とりあえず向かってみるわ、私。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。